清獣配列は、松本清張の長編小説。週刊新潮に連載され、1986年1月に、新潮社から刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。銀座のクラブのママが、日米関係の闇に潜む黒い策謀と渡り合う、長編クライムサスペンス。現在の赤坂迎賓館、クラブシルバーのママ、中上佳奈子のもとに、顔なじみの小木井秘書、倉田茂三郎が外国人を連れてきた。佳奈子の窮状を耳にしていた倉田は、驚くべき話を持ちかける。来日予定のアメリカ合衆国大統領、ジェームス・バートンが、佳奈子との再会を求めている、と。誘いに乗り、大統領の宿泊している、迎賓館に、極秘で入った佳奈子は、再び、バートンと夢のような一夜を過ごす。目覚めた、佳奈子の傍らに、バートンはいなかった。スナップ写真を撮ろうとカメラを持ち部屋を出た佳奈子は、バートン大統領と日本の磯部首相が廊下を歩いているのを目撃し、カメラで撮影する。なぜこんな時間に、極秘会談？その日から佳奈子の危機が始まった。自宅を襲撃される佳奈子だったが、佳奈子は、フィルムのネガを秘密の場所に封印した上で、ネガを武器に、バートン大統領と交渉することを思いつく。日米首脳の秘密会談の証拠写真を切り札に、バートンから有利な援助を引き出すのだ。バートン大統領の行き先を追って、ロンドンに来た佳奈子。ネガを回収しようとする大使の襲撃をくぐり抜け、佳奈子は大統領側近秘書のアーサー・ジェフスンと交渉、前途金の支払いを約束させることに成功する。佳奈子は、スイスのホテル会社社長、ワルター・シュルツの助力を得て、送金ルートを確立、巨額の金を取得する足がかりを作る。しかし他方、あの秘密会談に同行していた関係者が、相次いで、死体で発見された。今や西新宿の会社社長となった、佳奈子だったが、国際的な闇取引の存在を知らされる。フランス東部、リュ・ムオタタールの渓谷地帯。ありがとうございます。